キチャンネル。じゃん。さあということで交流戦も終わってですね、今交流戦ブレイクに入ってますけども、今日は交流戦総チェックということでね、交流戦全部をね、振り返った、総括を、今日はですね、やっていきたいと思います。なんて言ってもですね、まず最初に交流戦14勝4敗、貯金10、過去最高の勝率で優勝を成し遂げたヤクルト、グッズおめでとうございます。いやー強かったですね。やっぱなんて言ってもですね、まあもちろんそのね、村上、っていうところの活躍、交流戦ですよね、打率全体の中で良いですけども、3割5分1厘で、フォアボール18個と、出塁率、唯一の5割7厘、だから2回に1回は、出塁すると。でその中で、6本塁打で13打点っていうところは非常に素晴らしい。 OPS、12以上っていうね、 1.2 以上でございます。こういったところでも非常に素晴らしい活躍ね。であとはね、3ホームラン1試合ね打った、塩見が交流戦打率3割7厘っていうね、ところで、まあ山田がね若干苦しんだ、まあホームランはね打ってるんですけども、打率っていうところで若干苦しんだ中 で青木がね怪我でいなかったところでもね、山崎幸太郎、そしてね浜田っていったところのね、この活躍ぶりっていうところも非常にね良、かったなっていうところでもありますし、あとはねやっぱショートの、長岡ね、非常にショートの穴を埋めながらね、いろんな形で、頑張れたっていうところはね、ヤクルトにとっては非常に、大きなところだったんじゃないですかね。だからサンタナが怪我でいなくなって、青木もいなくなって、チームとしてはね、大事な要素のところが、いなくなったとしても、そこをねしっかり埋め切れる戦力、そしてそれまでにいるねレギュラー格っていうところが確実に頑張れる。そして、投手陣でも、小川ね 1.19 防御率2勝0敗で、高橋奎二 1.23 防御率ね2勝0敗しかも高橋奎二は奪三振26で交流戦の奪三振王でね、いうところでも非常にピッチャー陣も安定でね、高津監督が言ってましたけどもね、リリーフ大西田口ね、今度石山、清水、マークガフね、他のピッチャーもいますけど、これ全員言わないとね怒られる、パターンですけども、このね非常にリリーフの頑張り、田口なんてね本当に難しい場面でね行ってノーアウト満塁から抑えたりね、非常に素晴らしかったんじゃないでしょうかね。でその中でね、ヤクルトはね交流戦入る前26勝17敗、貯金9というところで2位巨人に1ゲーム差の状態だったところがね、終わってみたらね40勝21敗、2位巨人に7ゲーム差、だから6ゲーム差離したんですよね。だからセリーグ全体に言えば、まあ、阪神もね非常に頑張りましたけども、まあ、阪神まで交流戦前は最下位 10.5 ゲーム差だったところが、今現状、ドラゴンズ最下位 13.5 ゲーム差、阪神に至っては2ゲーム差広げられてる、でも4位に入った。で3位広島が 10.5 ゲーム差と、交流戦入る前最下位まで 10.5 ゲーム差だったのに3位まで 10.5 ゲーム差になって、これはちょっとヤクルトが独走するかもしれないっていうねところもありますけども、やっぱりタイガースがね、まあ、交流戦前に言いましたけども、交流戦ねっていうのは一気にね大シャッフルする可能性があるっていう中でね、この阪神の頑張りっていうところは非常に大きかった。その中でねやっぱり一番頑張れたのはやっぱ大山ね、この大山の活躍っていうのはね、まあ、ホームラン7本、打点21、長打率7割1分2厘っていうところは、交流戦トップでございます。でその中でねピッチャーは防御率 0.00 の青柳、西勇輝 0.47、 ガンケル 0.81 ねっていうところで、青柳3勝、西2勝、ガンケル2勝っていうね、このもう投手陣の踏ん張り、あとリリーフもね湯浅アルカンタラ、まあ岩崎抹消されましたけどね、この岩崎っていうところも非常にねリリーフも開幕当初に比べると頑張れたところですし、まあ、1番島田、2番中野、3番近本に置いたっていうところもねいい流れできましたし、まあ、その島田のところね最後山本入れて山本が3安打打つとかね、非常にこの打線の流れで、大山、佐藤輝もねいい形で、この打線の流れがいい形でできたところもね非常に良かったんじゃないでしょうか。だから阪神もね現状、3位まで2ゲーム差っていうね、交流戦入る前までは3位までなんと9ゲーム差だったんですよ。3位まで9ゲーム差だったところが3位まで2ゲーム差、一気に7ゲームを3位まで交流戦で詰めてきたっていうところは、後半戦に向けてね一気に、まあ2位巨人までもね 5.5 ゲーム差と、ここもね一気に巻き返せるチャンスっていうところでは非常にね大きな、交流戦
頑張りだったんじゃないですかね。あとね、逆に広島がね大きく負け越して交流戦最下位というところでね、5勝13敗、得点33は最低、失点83は、最大、ホームラン2本は最低で、チーム打率2割1分7厘最低、防御率 4.38 も最低というところでね、一気に最下位になったところはね、日刊スポーツのね評論で書いたけども、あの日本ハム戦のねダブルスチールとか松本剛の肩の力とか、ちょっとねこれはまあ中がどうなってるのか分かんないんで、まあ一概に言わないですけども、ちょっとこのパリーグに対しての研究データっていうところが対セリーグに対してよりもやっぱり圧倒的に少なかったんじゃないのかと。でまあ大瀬良、九里、森下っていうところがね、まあ森下最後の試合ね負けはしましたけど、いいピッチングしましたけど、全体的にね先発ピッチャーが抑えきれないっていうところで、まあこの3人もねバッターの短所とかつきながらこうね左右上下にね振りながら打ち取っていくっていう中で、やっぱ相手のデータっていうのは非常にピッチングスタイルに、とっても大事になってくるところだと思うんですよね。でもそこがなかなか自信を持てるっていうものがないことによって、その戸惑いの中ピッチングしたことによって大きく防御率を下げてしまったんじゃないのかなっていうね、可能性も否めないかなっていうところもあるんで、まあ、ここからねセリーグに変えるんで、そこのねしっかりとしたデータのもとどこまで戦えるかっていうところは、ポイントになってくると思いますけども、若干ねこの前半調子良かっただけにね、この交流戦、しかも毎年ちょっとねカープは交流戦状態悪いんで、もうちょっと対パリーグに相手のね、研究データ、戦い方っていうところをもう一回再考する必要性はあるのかなっていうところは、感じましたしね、18試合されど18試合というようにやっぱ交流戦はかなり大事になってくるんで、1位まで 1.5 ゲーム差だったのが1位まで 10.5 ゲーム差、ね、9ゲームを開けられるっていうのは、しかもたかが3週間だからね、これはもうこの交流戦の、まあ、真骨頂っていうか交流戦だからこそ起こることなんですけど、ここら辺はね若干痛い、ここをどこまでね後半戦で巻き返せるかっていうところはね非常に大きなポイントになってくるんじゃないのかなと思います。あとドラゴンとかね、このまま最下位になって7勝11敗巨人も、だから全体的にセリーグっていうのは大きく順位変動、ゲーム差変動があったけども、その要因としては1位ヤクルト、2位阪神で、巨人、中日、広島が10、11、12と下げちゃったんでね、急にヤクルトと阪神が上がったところで大きな大シャッフルが起きたっていうねところの交流戦でしたし、逆にねパリーグはほぼほぼ交流戦前と一緒です。1位楽天、2位ソフトバンクも交流戦前も 1.5 ゲーム差、同じ 1.5 ゲーム差で、3位がオリックスだったんだけども、3位が西武に変わって 6.5 ゲーム差で、4位オリックスが 7.5 ゲーム差で1ゲーム開いて、で5位ロッテが 7.5 ゲーム差で1ゲーム縮まって、で最下位日本ハムが11ゲーム差だから1ゲーム広がったっていうところで、これパリーグはほぼほぼ交流戦前と同じような、ゲーム差、になりましたけども、まあやっぱハムとロッテはここで一気にね冷たかった、阪神のようにね冷たかったっていうところだけども、やっぱ詰めきれなかったっていうところがね、まあ大きかったかなと。オリックスもね杉本が3割9分1厘で交流戦ね首位打者に、なりましたけど、で安打数も21と一番最多安打打ちましたけども、やっぱり全体的にね吉田正尚のねがいなかったっていうところは痛かったかなっていうねところもありますし、基本的にピッチャーはね、日本もね加藤がね防御率 0.00 程度非常に頑張りましたけど、やっぱこの浮き沈みが、激しかったと。で全体的に個人の投手成績の中で、10決に入ってるのは1位から加藤青柳、西勇輝、ガンケル、今永、レイ、大貫、大野雄大、小川、高橋と、パリーグのピッチャーで入ってるのは加藤とレイだけなんだよね。まあ、もちろんね高橋が 1.23 でほぼほぼ 0 点台っていうところでね非常に頑張ったところ、ここがやっぱパリーグの選手が入ってこれなかったっていうところもね、この上位に進出 できなかったかなっていうところと、まあ、一つ気になったのが、まあ、ロッテ関連だけども奪三振26個高橋がね1位で、2位が、4人、青柳、今永、戸郷だが22と、でここね佐々木朗希入ってくるかなと思ったらね入ってこれてないっていうところで、若干ね最後ねセリーグにはまあ疲れもあるだろうけどね対応されちゃったかなっていうねところはありましたね。だからパリーグはほぼほぼ変わらなかった、だからこれをね交流戦どこまで持っていけるかっていうところでね、やっぱ一番楽しみなのはやっぱタイガースですね。こっから一気にね対セリーグになった時に巻き返せるか、そのポイントをねこれから解説したいと思います。さあ後半戦出だしのチェックポイントでいきますとですね、やっぱね一番大事になってくるのがまずねパリーグから交流戦明けの、金曜日からの開幕カードが、
日本ハム対ロッテ、ソフトバンク対楽天、西武対オリックスっていうところで、日本ハムはこのロッテを一気に叩いて、まずは目先の5位目指していかなきゃいけないっていうところと、逆にロッテはこの対日本ハム戦を一気に叩いて上位進出していきたい。でソフトバンク楽天の首位攻防戦、ここで楽天が一気に離せるチャンスでもあるし、ソフトバンクが逆転するチャンスでもある。でオリックス西武は A クラス B クラス争い、どちらかが落ちてどちらかが上がるっていうところで、1位に3位4位5位6位っていうね、中での戦いになってる中で、まあどういう風にね上がるのか下がるのか、2勝1敗でそんなに変わらないでいくのかっていうところの、このスタートダッシュね、かなり大事になってくるんで、そういったところではね、あのパリーグこの頭の金土日3連敗したら一気に下がるし、3連勝したら一気に上がる組み合わせでもあるんで、そこら辺はねさらに注目。あとやっぱりこのゲーム差がそんなに変わってないんでね、このどこがね流れを良くしてね上がっていけるか、どこもね、まあロッテはね最後5勝1敗で1週間終わりましたけど、その勢いを伸ばせるかどうかっていうところもあるけども、日本もねドラゴンズに3連勝して一気に流れがね、来てる中で、この戦いっていうのは非常にね、下位から上位へね、どちらかが落ちるのかね、どちらも普通に終わるのか、どちら抜け出すのかっていうところは非常に面白い戦いになるんで、この1位2位3位4位5位6位のね対戦カード、これによって後半戦の勢いねどこまで乗るのかっていうところは非常に注目したいところでもありますし、セリーグはねもう絶対やらなきゃいけないことが、ヤクルトがまずね金土日広島で、火水木中日で、金土日巨人広島となるんですけど、もう大げさに言ったらここもうね、巨人まで7ゲーム、もう ほとんどですね、10ゲーム差以上あるんですよね。ということは、ヤクルトを今のうちに全チームで叩いていかないと、このまま一人旅されると、もう一気にね、数年前の広島とかみたいに、もう一人旅になっちゃうんで、これはね、叩きどころはもうローテーション再編して、もう広島、最初ね、のところに、大瀬良、森下、栗、床田、この中の3人をもう一気に継ぎ込みたいね、ここに。で継ぎ込んで、ちょっと無理あるかもわかんないけども、この2週先の火水木のカードに来るんで、中4日とかで金曜日に投げたやつを木曜日ぐらいに当てて、でそれでそこもエースクラスを2枚当てるっていうところで叩きたい。でドラゴンズももう大野柳っていうところを、もうこの金土日じゃなくて火水木に当ててヤクルトを叩く。っていうところも大事になってくるし、その後の巨人ももう、まあ、戸郷とかも確実に当てて、このだからもうヤクルトにこの6月のね3-3-12戦で、広島中日巨人はエースをもうヤクルトに全部当てて勝ちに行くぐらいのちょっとローテの再編をして臨まないと、一気にヤクルトに引き離される可能性あるんで、俺はそこを一致団結してでもその叩き潰すようにエースどころを、まあ、その後のローテーションもあるけども、まずはこの6月のここでヤクルトの一気に流れを止めるっていうためには、それぐらいのローテーションの変更をしてまでヤクルトに当てていくっていうのは非常に、大事になってくるんじゃないのかなと、思います。それであとその中で当たらないのが、まあ、DeNA 阪神っていうところになるんだけども、阪神はここから A クラスに行くためには、阪神が出だし17、18、19 DeNA、 その後広島、中日、 DeNA っていうところで、この交流戦、まあ、苦しんだ、ねまあ、DeNA は五分ぐらいだけども、苦しんだところと当たるんで、まずここね DeNA をしっかり叩いて、広島、中日、 DeNA でここでしっかり貯金作って上に行きたいね。もしこれヤクルトが勝ち越して伸ばせれば、その2位3位のチームは必然的に落ちてきちゃうんで、そこを阪神は抜け出っていきたいのと、ヤクルトが仮に巨人とか広島とかが上がったとしても、ヤクルトが落ちてくればそれに合わせて阪神も上がっていけば一気に1位からグッと詰まっちゃうんで、だから阪神もここをねこの交流戦の勢いのままどこまでいけるかっていうのも大事だし、 DeNA はこの阪神と当たるんで、ここで阪神を叩いておけば DeNA も A クラスの目が見えてくるから、 DeNA としてはこの対初戦の阪神ところにぶつけて、でそのね最後の28、29、30と火曜日のカードもこの6月に2回阪神と当たるから、そこを思い切って DeNA は阪神にぶつけて、こう一気に阪神潰したら A クラス行くし、阪神は逆にこの12連戦 DeNA 広島中日 DeNA をうまく乗り切れれば9勝3敗ぐらいでうまく乗り切っていけば一気に上に行けるっていうね、この6月戦線は面白い。ヤクルトもね広島中日巨人広島、ここでどう戦うか、逆にこのドラゴンズはこの
ヤクルトと阪神のところを叩いていけば上に一気にまだいけるんでね、そういった意味ではセリーグはこの6月の12戦非常にどう戦うかによって、もう一回優勝へのチャレンジ権を与えられるのか、逆にヤクルトがこのもう広島、中日、巨人、広島を一気に叩いて引き離すのかによって、このシーズンのもう全部を占うぐらい熱くなるのがこの6月最後の12連戦です。だから俺はもう広島、中日、巨人、広島はもうローテーション再編してでもヤクルトにエースを持っていった方が全体でいいんじゃないのかなと思いますけど、皆さんどう思いますか、ね、それぐらいしないとちょっとヤクルトの、ね、交流戦で7ゲーム差2位に、3位まで 10.5 ゲーム差はちょっと離れすぎてるんで、ここ1回全体的に抑えに行かなきゃいけないのかなと思いますし、パリーグはねまだ同じ形なんで、まあ、しかもこう当たるんでね、こう引き離されないようにしっかりちょっとずつ貯金作って、まだねオールスター前までにやっぱり10ゲーム差以内にね、どこのチームも最低でも入っておきたいんで、ちょっとずつ詰めて上に行きたいところかなと思います。ということでね、今オールスターブレイク、オールスターじゃない交流戦ブレイクね、休んでますけれども、またね金曜日から始まったら総チェックやっていきますので、皆さんぜひシーズン終盤までね、終了までお手伝いください。皆さんにとって交流戦どうでしたか？ハッピーでしたね。ハッピーじゃないところもいますよね。でもまだシーズン終わってないんでね、皆さんでプロ野球盛り上げていきましょう。ということで、短い時間でしたけども、佐々木の、交流戦総チェック総括でした。ありがとうございました。